別府市を拠点に活動する野球チーム、ベゼルスポーツアカデミー。現在高校生から社会人まで13人の選手が所属し、週に5回トレーニングに励んでいます。ちゃんとした野球の環境でちゃんとしたトレーニングを行って、プロ野球選手をより目指してほしいと思い作りました。チームはプロ育成野球専門学院として、おととし4月に誕生。設立に携わった上市さんは、自身もプロを目指し挫折した経験から、多くの人に大好きな野球を諦めてほしくないという思いでチームを立ち上げました。試合に出れないとかで野球が嫌になってくる子も多いですし、そういう中でも、でもまだもう一度野球を頑張りたいという、そういう子たちをしっかりとサポートできるチームができたらなと思い、プロ野球という大きな夢に向かって、チームには全国各地からさまざまなバックグラウンドを持った選手たちがやってきます。この日が練習初参加だという佐藤選手は、仕事を辞めて山形県から移住してきました。27歳です。広島カープを受けに行ったりとか、四国のアイランドリーグ受けに行ったりとか、まあ、その時はまあ力が足りなくて、まあ、年齢も年齢なんで、自分なりにまあ伸ばせるところは伸ばして。2019年の夏の甲子園で仙台育英のスーパー1年生として注目を集めた笹倉世那投手、去年1月に加入し、今年から本格的にトレーニングを再開してプロ入りを目指しています。高校を辞めてから、野球やるとこが、見つからなくて、とにかく野球がしたかったので、来たっていう感じです。指導者の方が元プロ野球選手なので、そのいろんなものを吸収しながらできるので、自分にとって一番いい環境なんじゃないかなと。監督を務めているのは陽子館高校出身で、元福岡ソフトバンクホークスの川口洋介さん。またコーチ2人も元プロ野球選手です。指導では自らの経験から技術面だけでなく、選手の実性を磨くことを心がけているといいます。プロに行く中ですごく重要なこととか、やはりプロに行って気づいたこととか、そのようなことを、伝えております。甘い世界ではないので、やっぱ考え方をしっかりと築き上げてほしいなと。チームを運営するのは、全国でパーソナルジムを展開するベゼル。グラウンド以外のトレーニングにも力を入れています。こちらを任せてもらって、こちらのポンプに圧が入ります。普段よりも効果的に成長ホルモンをアップさせたり、筋力アップや怪我予防にもつながったりって言われてますね。専用のベルトを腕や足に巻き、血流を制限することで効果を得る加圧トレーニングは、プロ野球でも取り入れている選手が多いといいます。きついです。力をうまく加えたり伝えたりとか、あとこうしっかり体幹使ってできているとか、やっぱそういうのを感じるときはあります。チームはこの4月から社会人野球の団体、日本野球連盟に加盟。今後さまざまな大会に出場して実力をアピールし、プロ球団のスカウトの目に留まることを目指します。野球をとにかく好きにまたなってもらって、それから自分の実力で勝負してもらうような選手になってほしいですね。大分からプロ野球へ、一度は野球を諦めた選手たちの夢を後押しする挑戦が本格的に始まります。